ダイブ交通や馬系線。ヤバ系線は、かつて、大分県中津市の中津駅から同県下下郡、山国町、現、中津市の守る実温泉駅に至る、ダイブ交通が運営していた、鉄道路線である。地元では、マリア鉄と称される。1913年、大正2年に、ヤバ系鉄道として開業。後にダイブ交通の路線となった。 山国川に沿って伸びる、この鉄道は、沿線に、青の道門、羅漢寺、ジ、守る術温泉などの観光地を控えていた。1970年代に入り、沿線の過疎化による利用者の減少と、道路整備が進んだこと、さらに国鉄中津駅の高架化、1977年、昭和52年完成に伴う費用の応分の負担を要求されたことから、 バス転換の方針が打ち出され、1975年、昭和50年に全線が廃止された。1971年、昭和46年時点で1日あたり中津守、実温泉間下り6本、上り8本、中津マリア鉄柿坂間に往復、中津、同門間に往復が運行されていた。その他、平日には、中津大定公園までの区間運転も行われていた。 開業時は、期間 762mm であったが、国鉄との輸送日照を生じるため 1067mm への改め機が、大正末期から課題となっていたものの、不況期であり延期されていた。しかし、1927年、昭和2年6月に、専務から社長に就任したコアゼジュが、機間拡幅工事に着手することを決定。 資金は日本工業銀行から90万円を借り入れることになった。工事は1928年昭和3年5月に着工し、1929年昭和4年8月に完成した。車両は鉄道省からの払い下げを受けることになり、8月24日から運行を開始した。ところが昭和金融強行のさなか、収入は予想に反して伸び悩み、 利子は年に6万3千円にも上って、ヤバ系鉄道は経営危機に陥ってしまう。小ア社長は社長以下放給一割減と人員削減を打ち出したが、従業員から反発を招くことになり現場は混乱し、地元紙は連日この騒動を報道した。大株主であった中津町の町長らが調停に乗り出し、小アは社長から専務に降格することとなった。 その後も、経営不振が続き、1931年、昭和6年に減始。1935年、昭和10年に、日本工業銀行より、ハンダ三つが送り込まれ、社長に就任し、銀行管理下に置かれた。同年ガソリンカーを導入し燃料費削減をするなど、強力に合理化を推進し、経費を削減していった。一方、観光開発にも力を入れ、 ヤバ系町市議寮の温泉掘削、新ヤバ山美子旅館の買収、市議寮梅林の造成などを手掛け、ガソリンカーに女性ガイドを乗車させて、沿線の観光案内を行った。社員は北九州の会社、工場、役所、周りヤバ系を宣伝した。こうした結果、1938年、昭和13年か未期には4年ぶりの復廃となった。さらに、 その後の戦時景気による輸送量の増加とガソリン規制による乗り合い自動車の衰退により業績は向上していった。1942年、昭和17年からは、軍需工場神戸聖光中津工場の工事が本格し、工場への引っ込め線も建設された。周辺には住宅や寮が建設され、1944年、 昭和19年の乗客数は300万人に上った。1938年、昭和13年8月に、ハンダが社長を辞任すると、10月に社長に就任したのは、九州電気機動車場の村上匠次であった。交通事業調整委員会から、私鉄統合の要請を受け、地元大分の矢場系鉄道と交渉した結果からで、あった。その後、 1941年、昭和16年8月には、文字鉄道局で、九州電気軌道に対し小倉電気軌道を統合するよう商用した石上、福白電車、博多湾鉄道基線、筑前三宮鉄道、矢場系鉄道、別府大分電鉄の5社併合を支給実施するよう言い渡された。つまり、当初の構想は、後に、西日本鉄道、西鉄となる。 福岡県の鉄道だけでく、大分県の鉄道も合わせて統合しようとするものであった。しかし、結果的には県別に統合されることになり、大分県では1945年、昭和20年4月にだいぶ交通が発足した。西鉄は全株式の21.4%を保有し、村上は会長に就任した。 廃止時点のもの、中津駅八幡前駅大定公園駅、上野原駅、伊佐山駅、まさか駅の寺駅、道門駅、平漢寺駅マイナス館、石野、株志野の駅、やば平田ひ駅、津民駅、丸屋鉄、柿坂駅、下郷駅、江ぶ駅、な間駅、白寺駅、うそ駅、守る実温泉駅。1929年改め記事、すべて国鉄からの払い下げ、蒸気機関車7両、 客車14両、貨車36両1963年時点では、蒸気機関車3両、ディーゼル機関車2両、ディーゼルカー7両、客車16両1967年時点では、蒸気機関車2両、ディーゼル機関車3両、ディーゼルカー13両、客車19両、貨車16両。1965年から1966年に廃止された宇佐三宮線。 国崎線より車両が転入。以下の車両は解体された。1982年、昭和57年に、ほぼ全線が、大分県道411号中津山国自転車、道線、メープルヤバサイクリングロードとして整備されている。そのうち、約22キロメートルが自転車専用道である。中津駅付近は、平成諸島まで、線路跡が、 手付け数のまま残されていたが、その後区画整理事業が実施され跡形もなく消え去った。国道213号線交差部分大帝、公園駅付近も、県道、大分県道675号、薄木沖大線の拡幅に飲み込まれ跡形もない。大帝公園駅の自駅手前までは、県道の東側の歩道部分が、丸屋鉄跡である。特に大公園駅跡付近は、 桜が植えられ、春には美しい桜並木となる。野地駅手前には、国道212号を乗り越えていた鉄橋が、サイクリングロードとして現存しており、さらに、野地駅跡はホームが残り、また、付近の踏切跡の道路にも、踏切ありの道路標識が残されており、ここに鉄道が存在したことを物語っている。野地駅からの線路跡は、 本格的にサイクリングロードとして転用されている。ただし、問い集落青の道門対岸の線路跡は、国道212号のバイパスとして転用され、跡形もない。その先の津民マリア鉄火カ坂間では、よく取り上げられる、沿線随一の名所、第二山国川橋梁が、サイクリングロードとして転用されている。第二山国川橋梁は、2012年、 平成24年7月の九州北部豪雨でほぼ半分が橋脚も含めて破損流出したが2014年平成26年6月1日に復旧した。この付近ではマリアテズ時代のトンネルもサイクリングロードとしてそのまま残されている。柿坂付近は再び国道212号に飲み込まれ跡形もない。柿坂にはヤバ系サイクリングターミナルがあり、 自転車のレンタルや宿泊も可能である。柿坂より先も国道にも飲み込まれているが、中間駅白地駅付近は国道より離れ、線路跡の面影をよく残している。終点の守る実温泉駅跡は、かつての終着駅としての面影は全くなく、山国町商工会館、大港北部バスの折り返し場として使用されている。登録有形文化財、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。